私たちが宿泊しているプルシアリゾートの一棟の部屋ご紹介したいなと思います。このホテルでは一棟の部屋が2部屋しかないみたいで、今回、私のこのサロンでね2部屋押さえさせていただきました。1棟2つともう1つね4ベッドルームの部屋押さえました。はい、青と白の外観で本当に一軒家って感じですね。お部屋の広さはちょっと今覚えてないので、注釈で書いておきます。こんな感じで綺麗ですね。本当に全てがねこの白と青で統一されていて、すごい、ギリシャのねミコノス島だったかな、姉妹都市と提携していたと思います。いざオープン。はい、開けます。はい、6ベッドあるので、このような形で6つスリッパがあります。でこちら1階こんな感じでございます。ソファーがありまして、テレビもあって、こっちがですねバーカウンターがあるの。そしてダイニング6チェアとこちらが、2つのチェアがあります。もうおしゃれじゃない？良いよね。あ、これエアコンね。はい、このような形で、そして冷蔵庫もありまして、ここにね後ろにねバーカウンターの後ろには戸棚がありまして、何か隠せます、隠せるというかはい、テレビがあります。こっちもねディスプレイとかもこのようにねライティングもおしゃれにされていて、これリゾートチックですね。やっぱりはい、広い広い、本当に広い。だから大人数で来るんだったらものすごく良い。では1階のベッドルーム、こちらはじゃーん、こんな感じで、はい、あります。こんな感じで、はい、良いですね、涼しい。で洗面台もあります。タオルもね、アメニティも揃っています。そしてこちらがダダダダーバスルーム。はい、ちなみにバスルームのアメニティはですね、はい、こちらはですね、なんだろう、ハーバルボディーソープ、はい、何でしょうか、このブランド超適当だけど、はい、昨日使ったんだけど良かったです。こちらが1階となります。はい、では2階に行きます。階段もこんな感じで可愛い。はい、上から見た景色はこんな感じで、照明も可愛い、木のぬくもりがあるね。はい、ではこちらベッドルーム2つ目、じゃーん、さっきよりちょっと広い。ソファーもあって、このデスクもあります。なのでね、ここで仕事もできるね。はい、窓もあります。はい、ハンガーラックもあります。めちゃくちゃ良き。うん、でこちらも洗面台があります。そしてこちらはお手洗いでした。お風呂は1つ、お手洗いは2つ。そしてこちらじゃーん、2ベッドルーム。で窓からはこのような形でじゃーん、海が見えます。はい、ソファー、あ、ちなみにここね私のお部屋でございます。海が見えます。はい、素敵。窓を開けると波の音が聞こえて、 BGM もねよりリゾート感がアップするので、窓を開けるのもおすすめだけれども、夜になったら虫が入ってくるのでね、閉めた方が良いですね。はい、こんな感じのお部屋でございます。1列目のお部屋こちらでございます。427、あゆみさんが映りました。はい、
かでしたでしょうか。あー最高ぜひねこの与論島に来られた際はこのプレシアリゾート与論、カップルでもご夫婦でも友人でも大人数でも楽しめるかなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。